ただきます。やばい、 目が見開いてる、開眼してる。うわうまそうやな。うわっやばい、うまそうやけど、やばい、うまっ、やばいやばい、ほんとうまい、やばい、やばい、ちゃんと幸せな顔してんな、ほんとに美味しそう、これこれが何ワガンって何唐揚げ専門店ですか。えこれがこんな味するの、美味しいのよ、このお店。え、ほんとにうまい、やばいよね。なんか衣がめっちゃサクサク腹だし、今まで食ったことないレベルの唐揚げで、あプリプリかつ肉汁やばいし、そう、本気で楽しいな、久しぶりなの、久しぶりなの、めっちゃ楽しいね。でも今日何がいいって、全部同じメニューじゃなくて、あのいろんなメニュー来る。うわあ、そう、大食いってね、やっぱね、どうしても飽きるでしょ。うまいんだけど ね、やっぱそういうとこあるけど、これはそれさえも解消してしまうと、そういうことなんです。万歳、素晴らしい、素晴らしい、うん、大食いってわけはない、喋るための口じゃねえ、食うための口だ。というわけで俺は今から食いまくるぜ。当たり前のこと言ってます。来た、お帰りなさい。遅っ、3件とあります。遅っせえな、いからさのガリバー。おい、京平、お前は無料だ。俺は煽ったって無駄だ、お前。お前いつも俺を煽って俺がペースを乱して大輝が勝つ、この鉄則のルール、それに俺は今日は引っかからん。ゾウ。シマリア。シマリア。あ、そう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 。うわ。もう。お。まあまあまあ。声出てねえ。豆腐が。口の中で。でんぐり返しした。うわ、うまいね。ついにしたよ、一回転した、一回転した、うわいいね、それうまいの、上手、お上手よ。はこれまた、皆さん聞いてください、これまた違う唐揚げの味っすわ。この湯豆腐のつゆにこれ唐揚げが染み付いてるんですよ。さっきの唐揚げと全く違う味します。あー、なるほど。これ俺ちょっときついと思ったからね、だけど味しようから食えます。久しぶりやったら食レポのレベル上がってんの。マジでやばい、最初の場合食レポめっちゃレベル下げてる。一言いいですか、7分目まで来てます。おい、早すぎ、おい、早すぎ、おい、やばい、え、もう本当にうまい、これやばくない、マジでうまい。でさ、ちょうどこのピーマン、パプリカかな、パプリカかな、パプリカかな、パプリカ、花が咲いたら、ちょうどいい、あの飽きない香りのアクセントになってる。いや、いいね、おー、満点、満点、いやすごすぎ、本当にそうなの。あー、そういうこと、なるほど、くどいと思いきや、うん、これがちょうどいいアクセントになってる。全部言おうとした、全部鼻からちょうど痩せる、やばいやばい、左にパプリカ頭いるけどね。パプリカ頭って人参頭、パプリカ頭、人参らしいです。え、なんで、大輝、なに、きつい、今ちょっときついで聞こえました、大輝さんから。嘘、何分目だっけ、12、12、12分目、世界一うまいらしいやつ、世界一、じゃあ俺12、下手うまい、12、いいよ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 、本当に申し訳ない、申し訳ない、うますぎて金縛りに合ってます。え、解きます。よかった、俺以外聞いてて。来ました。ありがとうございます。食べてください。ありがとうございます。待った。この時間を待った。やっと来たね。この時間を待った。いやもう辛かった。お前ら俺らのサポートしろよ。本当だよ。やれよ俺のサポート。お前やってんだから、お前らくっそえ。あとは味の感想言わないで。あの、つまんなくなっちゃうから楽しみだな。あの、先を知りたくないから、まだ味の感想言わないから30分前、全部言っちゃったんだよ。いただきます。言ってやった。うん、やわらかい、うまいね、やわらかい、やわらかい、やむ、お前え、一番好きなサクサクのやつ、いや、ほんとに、わかるわかるわかる、一番好きなやつ、これこれ、もうちょうどいいね、うまっ、マジで幸せそうな顔してる、ちょうどいいし、結構タレとかあって味濃いめになっちゃうかなってところを、この大根おろしがいい感じで中盤してる。お前はおろしがいいね、うるせえお前は、今俺、さっきの感想言うけど、うるせえお前は、うまっ、おろしがいい、おろしがいい、おろし、おろし、すごいな、お前どこ行ったんだよ、お前どこやってたよ、お前、え、どうした、
ふざけんな、もううるさい、ね、うるさいわ、静かに楽しめよ、ちゃんと食えよ、お前おいしい、本当においしいの分かったからさ、飯もうるさいから、だから俺こいつの飯行かねえ衝撃の事実だ、強兵とってうまっうん、これ俺のターボは全メニュー食ったからね。そうだね、僕もね、まあこんな偉業は俺らしかできねえね、うん、これやばくないんだっけ。じゃあこれがチーズダッカルビなんでしょ、うん、いやてかだいぶやばいと思う、やばいと思う、いやマジでやばい、超進むと思う、え、バカうまっ、うまい、ちょ焦るわ、なんか俺大げさだと思ったバカうめえや持ってるのなんかさ、ありがとうございます、米出しです、はい、ありがとうございます、めっちゃ食うやん相当腹減ってたんだろうね、やばい、だ全部試してみたいもん、うん、で、分かるでしょ、うん、全部うまそうだから試してみたいよな、そこだもんなこれ俺らはさ、うん、勝っちゃうかもしれない、もしかしたら勝てる、大丈夫マジマジマジ、俺ら、俺ら2人、まあ、今俺ら勝ってる、スピード勝ってる、うん、まだあいつは人差の目で勝ってるよ、スピード勝ってる、マジで心のない拍手すんな、お前、いや、もうちょっと感情込めて、うん、いや、やるならリボンもやってうまっ、あったかっあったかっていう人はあんまりね、あのつって言うの、普通の人はね、あったかって食う人いないからやばいよ、どんな味すんの、うまっうまっ、え、いや、食ってみる、どれどれ、うん、まっ、初戦いや、これやばいね、ずっと食えるね、ずっと食える、うん、え、これ俺らよかったんじゃん、うん、マジでちゃんと長いっぱいだ、これあの、一食で来るの結構、うん、ほんと長い、今来たわ、一気に満腹ジュース一気にポンってもん、ポンって、一品ずつちゃんと量もしっかりしてるんだ、ほんと一品一品が一人前だから、しかもなんだ 1.5 万円か、うん、1.5 人前、いやマジその説ある、うん、しっかり今入ったどうしよう、バカ腹いっぱいやばいわ、あいつらの凄さ分かった、うん、あれ 5だよね、5皿いったんだよ、うん、メニュー違うとは言え、三元豚とスープと、やばいわこれ、えぐいなあいつらちょっとマジビビったわこれ、あいつらえぐいな、マジで俺ら勝てねえけど、うん、けど俺らまだ勝ってるもんな、いや、そう腹いっぱいになってからの強兵って言われるくらい、そうそうそう、そういうことになどうした顔、どうした、何進化する、進化すんの、なんだ進化すんのか、いや、なんかあれよ、何に今の迷った挙句に何も出なくて SOS 出したっていう、はい、SOS、 SOS、 うん、ごめんな、うん、ああ美味しいわ、やっぱごめんな、美味しいもん食ってるとやっぱ強兵が気持ち悪くても大丈夫だわ、どういうこと、わかんない、これ説明して。いやボリューミーだね、これね、うん、すごいわ、こんなふわふわな豚肉食べてた、お腹いっぱいでもうまいよ、そう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 、それ不思議です、これ好きなんよね、このメニュー全部、うん、今日出されたメニュー俺多分全部好き、うん、やっぱ俺和が好きなのかな、こうやって和洋板フラ板フラはないでしょこれえターボえ食って早く早くパスはい、卵をうもう、これからだ、全然二皿目、全然じゃん、うん、でも俺ら大食いと、あの、多分動画あったら俺ら1位になれる、そう、やっぱ気合の差だよね、気合が違う、うん、あのでそこは違うよ、ね、じゃあ全然お腹いっぱいやん、めっちゃ腹いっぱいだわ、やべ、二皿目、これ我がさんコラボイベントが11月22日に決定しました、おお、1日店長は我々に進めさせていただきます、はい、ということで内容ですけれども、もちろんこのワガンさんに来ていただいたお客さんは料理を食べれて僕たちと写真撮影や交流させていただきます、はい、皆さん、ワガンさん1日店長イベント、はい、ぜひ来てください、はい、